原神の水中ステージが突っ込みどころが多すぎると話題です。海外を中心に凄まじい人気を誇るゲーム原神、 RPG として完成度が高いため日本でもファンは多く、すでにアニメ化されることなんかも発表されていたりします。同ゲームはオープンワールドなので壁をよじ登ったり泳いだりとかなり自由に動き回ることができるのですが、3ヶ月前に公式が行った生放送の最後にちらっと水中を泳ぐキャラクターの姿が映されたことで、当時ネット民の間では原神で水中を泳げるようになるのか楽しみすぎるなどと新要素に期待する声が上がっていたり、待ってこれワンチャンめっちゃパンツ取れるんじゃね、期待度高まったぞ多いなどと、水中ならパンツが見放題かもしれないとしょうもなすぎる予測を立てる方もおり、この新要素はファンの間でかなり話題になっていたんですよね。しかし先月ついに水中での移動ができるステージが追加されたのですが、キャラクターの伝部には親みたいな謎の規制がかかっていました。ネトミンからは水中でお尻光るのおもろ、ホタルかよ、逆に卑猥だろこれなどと突っ込まれていたのですが、こちらはもちろん海外でも話題になっており、掲示板サイトではキャラクターのお尻からモザイクを消してくれということを長文で訴える方が湧いていたり、泳ぐ時にモヤが出る原因に対して彼らはお尻で泳いでいるのかおならで前に進んでいるんだなおと的外れな考察をする方なんかもいましたね。このように原神プレイヤーの間で話題になったこの規制なのですが、実はこちらモヤモヤの規制がかかるのはスカートを履いている女の子のキャラだけでなく、このようにズボンを履いている男キャラのお尻にもあんまり意味のなさそうな規制が入るということで、シュールすぎるわ、どこ向けの配慮だなおとファンから困惑されていたりします。なんですが海外ではこの規制を突破する方法が見つかっており、彼らが背中を隠そうとした方法は好きですが、能力を使用するとぼやけた水の効果が消えますということで、水中でもスキルを使っているときは規制が取れるということが発見されたんですよね。これには海外に疑問、これでお尻が見れる、ありがとう同士と大喜びしていたのですが、原神では地上にいるときは水中よりも規制が厳しくないので、この程度の露出だったら普通に見ることができるということで、先ほどの投稿に対して、しかし彼女が地面に立っているとき、あなたは彼女のお尻を見ることができますとマジレスしてしまう方や、この方の投稿がバズってしまったせいで公式に見つかったら規制されるんじゃないかと心配する方から、し公式に言わないでこの投稿を隠せと必死に隠そうとする方もいました。原神はかなり健全なゲームなので、これらの厳しめの規制は仕方のないことなのかもしれませんね。さてこのように妙なことで注目が集まった原神、こちらのゲーム海外で流行していることもあって向こうでミームが作られていたりするのですが、対して日本ではアルハイゼン構文というものが流行していたりします。こちらはこのアルハイゼンというキャラがステージで雪が降っている時に、寒いのか俺は大丈夫だがという謎のマウントを取ってくるのですが、こちらはファンの間でお前のことは聞いてねえよ、腹立つけどキャラ立ってて好きなおと言われ大好評だったことから始まりました。ネット上ではこれにより結婚したのか俺はまだだがもう帰るのですか、私は毎日残業ですがなおとアルハイゼン構文を使った大喜利が流行してしまいました。そしてこちらファンの間だけでなく、今年行われた公式の生放送では終了間際にアルハイゼンの声優さんが、君たちはまだ寝ないのか、俺は寝るがお休みと言って生放送が終了したせいで、ネトミンから公式がいじってくるの草、いろいろあったのに全部吹っ飛んだわなおと驚きの声が上がり、当時ツイッターではアルハイゼン構文がトレンドに入っていました。公式もノリが良くて面白いですね。世界中で愛されているゲーム原神、今回いろいろ調べていて分かったことなのですが、原神はプレイしている年齢層やプレイヤーの男女比率に大きな偏りがなく、幅広い層の方に人気のゲームみたいなんですよね。海外のセールスランキングでは軒並み1位を取ったりしているので、今後今よりもさらに日本で人気を拡大してくるかもしれません。ちなみに当チャンネルの視聴者は 92% が男性です。不思議ですね。本日のニュースでした。ご覧のスポンサーです。